それはどこにでもある映像の記録のはずだった。だがありふれた日常の中に何気なく残した休日の思い出に身の毛もよだつ恐怖がうごめいていた。さあこれからたっぷりとご覧いただこう。撮影者が肝を冷やした嘘偽りのない心霊現象の数々を。確かにそこにはいる。願わくば決して一人では見ないでいただきたい。いる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 。撮影者が観光で訪れたのは南の島。酔いざまし夜の街を散策していると思いもかけないものが映り込んでいた。疲れちゃうね。疲れちゃうやつね。お分かりいただけただろうか。車のヘッドライトが照らした路上に注目し、じっくりとご覧いただきたい。一度じっくりご覧いただきたい。
路上を這いつくばるように進む A。 もしヘッドライトに照らされなければカメラに映ることもなかっただろう。 A は身近にいる。これが誰にでも起こりうる現実なのだ。カップルが幸せを呼ぶ四つ葉のクローバーを探している。早く見つけた方が食事をおごる。そんなほのぼのとしたゲームに興じていたその時。好きだってにして。いやいや、ここねえな。四つ葉見つかる人、あれだって呼ばれるんだって。四つ葉に呼ばれるらしい。幸せになれるってことでしょ。四つ葉が見つけてって呼んでくれるんだって。また重なってるよこれ。マジガチンコ勝負でしょこれ。うん、あはまさか。でってでーん。絶対嘘だし。ほら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 。え？ほら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 。でってでーん。でってでってでーん。はい、焼肉、どうもー。やったー。お分かりいただけただろうか。女性の背後に注目し、じっくりとご覧いただきたい。あはっ。でってでーん。絶対嘘だし。ほら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 。ほら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 。でってでーん。はい、焼肉、どうもー。今一度、じっくりご覧いただきたい。女性に覆いかぶさる長い髪の霊。誰かに恨みがあるのか。両肩に手をかけ、その視線はカメラを挑発しているようにも見える。四つ葉のクローバーは幸せではなく霊を呼んでしまった。公園でシャドーボクシングをするボクシングの練習生。フォームをチェックするために行っていた撮影。しかし主役は別にいた。
お分かりいただけただろうか。横切っていく自転車の後部座席に注目し、じっくりとご覧いただきたい。今一度じっくりご覧いただきたい。自転車の後部座席に乗っている子供、その頭部がない。チャイルドシートなので子供であることは間違いない。だが頭部がない。やはり霊なのか。子供の無事を祈らずにはいられない。昼夜を問わず電話を繰り返しかけてくる元彼。執拗なストーカー行為に現在の彼氏が反撃。だが愛の暴走は止まらない。もしもし、はい、誰ですかじゃねえか。ちょっとこれさ、スピーカーどうやってやるの。これ、あ、かかってきた。あ、もしもし、もしもし、あれ、いやです、ほんときまい。なんなん、あんた。いや、あなたこそな、あなたこそ。いや、お前名乗れよ、まず。いや、名乗れ、あなた誰ですか。俺の彼女だから、俺彼氏だから、電話に今変わってやったんだよ。迷惑がってるから。嫌です。お願いします。いや、気持ち悪がってっからね。もうほんと電話とかやめてください。うるせえよ、お前。嫌です。電話しないでって。もう電話かけてくんのやめてやってくんねえかな。あなた誰ですか。うるせえよ、やめろっつってんだろ。だから電話かけんの、メールもしてんだろ勝手に。どうやって調べたのか知んねえけどさ。いや、僕じゃないですよ。いや、お前だって言ってんの。いや、僕じゃない、僕じゃない。話なんねえんだけど、こいつ。家の前にいるものやめてかんない。ストーカーじゃん。僕じゃない、僕じゃない。お前だっつってんじゃねえかよ。ないよ、こいつ。頭おかしいんじゃねえの、マジで。あなた誰ですか。だから彼氏だっつってんじゃねえかよ。彼氏、付き合ってんすか。そうだよ。お分かりいただけただろうか。男性の足元に注目し、じっくりとご覧いただきたい。ないですよ。いや、お前だって言ってんの。話なんねんだけど、こいつ。家の前にいるものやめてかんない。ストーカーじゃん。僕じゃない、僕じゃない。お前だっつってんじゃねえかよ。やばいよ、こいつ。頭おかしいんじゃねえの、マジで。あなた誰ですか。だから彼氏だっつってんじゃねえかよ。彼氏、付き合ってる。今一度じっくりご覧いただきたい。足首をつかむ手。元彼の憎悪が形となって現れたものなのか。愛が憎しみに変わるとき、現実にはありえないことが起こる。
冷え性に悩む妻の足を案じ、夫がマッサージしている。冷え切った足が温まってきたその時、目を疑う異変が。俺めっちゃ冷えてんじゃん。あ、でもね、その疲れでなくていいんだよ、うん、なんか表面を察する程度でなんかいいんだよね、うん、リンパ浮腫になっちゃう、まただからそう、あのね、押す感じじゃないんだよね、察する感じなんだよね、うん、そうだね、下から上っていうか、冷たい、結構冷たいし、すげえむくんでる、うん、まあ、もともと太いんだけどね。そうそう、いや、これ結構あれだよ、冷た、下から上にちょっと温めた方がいいか、うん、冷たいよ、これ、うん、なんかね、まだね、後で足湯やるから、うん、やっといた方がいいよ、うん、なんて言ったっけ、先生とかね、まあ、とにかく冷やさないこと、うん、めっちゃ冷えてんじゃん、うん、今日、あれだ、靴下薄いの履いてたからな、ストッキングだけだったからな、やっぱり厚手の靴下履かなきゃダメかも。お分かりいただけただろうか。女性の足に注目し、じっくりとご覧いただきたい。やってた方がいいよ、うん、なんて言ったっけ、先生とかね、まあ、とにかく冷やさないこと、うん、めっちゃ冷えてんじゃん、うん、今日、あれだ、靴下薄いの履いてたからな、ストッキングだけだったからな、やっぱり厚手の靴下か。今一度じっくりご覧いただきたい。あろうことか、女性の足が変色、その色はくすんだ緑。本来温まれば赤くなるはずなのだが、大病のサインなのか、夫婦は不安な日々を過ごしているという。そこは地元住民にこう呼ばれている。死にたくなる木、その木を使った自殺が相次いでいるというのだ。うわ、暗、もう怖い。ちょっと あっちの方ちょっと照らしてみて、あっちの、うん、あっちの方なんか動いたと思ったんだ。この道で合ってる。この道、うん、怖いの、あのね、よく自殺してるのは確かここら辺なんで、これあれあれだったのかな、この木、なんか有名な木があるんだよね。あるある、あの、もう3人ぐらいそれその木で死んでるんだよね。そうそうそう、なになになに、どれどれ、そのカメラはちゃんと映ってる、一応映ってる、一応映ってる、これか、これじゃないか、うん、これ違う、これ違うか、そうそうそう、なんかね、いや、俺も初めて来たわ、うん、よくついてきたね。
それか。あ、これじゃない。ちょっと待って。ちょっとさ、これじゃない。なんか上の方照らして。映ってる、映ってる。いやー、どうだ。いや、これだよ、これ。これか。血の跡とかあるんじゃなかったっけ？いや、もうだって。それはね。やめないよ、もう触る。ちゃんと映してよ。上の方だから。お分かりいただけただろうか。何かが落下、そして何かが迫ってくる。じっくりとご覧いただきたい。いやー、どうだ。いや、これだよ、これ。これか。血の跡とかあるんじゃなかったっけ？いや、もうだって。それはね、やめないよ、もう触る。ちゃんと映してよ。上の方だから。今一度じっくりご覧いただきたい。落下したのは自殺した人間の霊なのか、木の周りだけ空気がよどんでいたんですと若者たちは振り返った。そこにとどまっていたら彼らも死にたくなっていたかもしれない。海辺の廃墟を訪れた若者、潮風をまともに受ける環境のせいか痛みが激しい。そんな朽ち果てた建物に何者からの視線が。
しいしお分かりいただけただろうか。朽ち果てた天井に注目し、じっくりとご覧いただきたい。今一度じっくりご覧いただきたい。天井から伺うような霊の視線、頭や手足もあり、人間の形にも見える。しかし人間ならその重さでむき出しになった天井の板は折れるかたわんでいるはず。霊にとって天井は格好の隠れ場なのだ。日本有数の温泉街を散策する外国人観光客。見るもの全てがアメージング。クールジャパンに酔いしれていたのだが。お分かりいただけただろうか。橋の欄干に注目し、じっくりとご覧いただきたい。
今一度じっくりご覧いただきたい。橋の欄干にかけられた二つの手、よじ登ろうとしているように見える。しかし手の色には正気がない。かつてここから身を投げた人の霊なのだろうか。そこは朽ち果てた旅館。霊の出没率が高く、廃墟マニアの間では心霊旅館と呼ばれている。この投稿動画でも。お分かりいただけただろうか。ぶら下がる物体の動きに注目し、じっくりとご覧いただきたい。
今一度じっくりご覧いただきたい。ぶら下がった霊を見つけた瞬間、悲鳴が。その刹那、頭部だけが床に落ちていった。首が腐り落ちた自殺者の霊なのか、命を落としてもなお苦しみ続けている魂が助けを求めていたのかもしれない。とある大学の陸上部、選手は怪我明けのリハビリ中、後でフォームをチェックするための映像だったというのだが、ちょっと落ちてるよ。顎が。オッケー、いいタイム。よし、もうちょいだ。よし、当てちゃった。はい、お疲れ。よし。お分かりいただけただろうか。足の運びに注目し、じっくりとご覧いただきたい。足もちょいだ。あー、しゃった。今一度じっくりご覧いただきたい。走っている選手の足が3本に。問題のシーンの前後を検証しても、残像などの映像マジックでないことは明らかだ。怪我明けで調子が上がらない、焦る気持ちの表れだったのだろうか。ご覧いただけただろうか。世にも恐ろしい心霊動画の数々を。映像からも分かるように、撮影者はただ身近な日常や思い出を残そうとしただけに過ぎない。これが誰に起きてもおかしくない現実なのだ。そう、ありふれた日常の中にこそ恐怖の正体は潜んでいる。もしあなたがドアやカーテンの向こう、あるいは背後に気配を感じたら間違いない。あいつがいる。